赤野コーチのパワフルライフ。この時間は全メンタルコーチングの赤野久美明コーチにお話を伺ってまいります。赤野コーチ、おはようございます。おはようございます。今日はどんなお話になりますか？はい、今日は洗い出す習慣をつけようと、はい、っていうテーマなんですね。洗い出す、はい、洗い出すといっても、まあ、はい、洗濯をするわけではないんですが、はい、皆さんね、いろんな考えで頭がいっぱいになって、うん、何から手をつけたらいいかわからないとかね、はい、あるいは嫌なことを後回しにしたりとか、うん、考えの整理がつかないみたいなことは多くの方がイエスと答えられるんではないかなと思います、はい、でやっぱ頭の片隅にね、何か気になることがある状態なんですよね、うん、でそうなるとやっぱりなかなかこう今この瞬間に突き抜けたね、生き方っていうのは難しいわけですよ。常に引っかかってるみたいな、はいはい、ありますよね、うん、私もあるんですが、で大事なことはやっぱり気になることをね、同時に全て解決しようとしないことなんですよ、うん、で解決できるまで未整理にしておくというのは、でもイメージとしては机の上に書類がバーッと散乱しているような状態なんですよね、うん、もうどれから手をつけていいのか、ええ、そうではなくてやっぱ大事なことは未解決のものをまず整理してやるということなんですよ。あ、はい、で要するに整理するために洗い出すということなんですね、うん、でそうすることによって人はまず落ち着きを取り戻すんですよ、はい、でそこから今度は解決に向かっていけばいいわけですね、うん、でその前にやはり大事なことは何が整理できていないのかを洗い出すということですね、うん、で洗い出すためには、はい、まあ、いろいろ効果的な方法あるんですけど、一番効果的なのは書き出すことやね、うん、私もね、アスリートにもビジネスマンにも、まあ、クライアントさんの皆さんに未整理のものをね、定期的に書き出してもらってます、はい、でこれもね、日々やってほしいぐらいなんですよ、うん、今日何がちょっとまだできてないんだろう、うん、何が未整理なんだろうみたいなことを、はい、書いていく、はい、だから日々やっぱりそういう時間を5分でも10分でも取っておくと、うん、格段に変わってきます。明確になっていきます、でやっぱり人は不思議なことに明確にするだけでエネルギーが上がるんですよね。佐伯さん、なんかそういうことで取り組まれてます？トゥードゥーリストとは違うんですよね。あ、そうです、そうです、うん、それは毎日されてますか？はい、うまく使えてます？一応そうですね、うん、苦手なこととか、はい、めんどくさいなって自分が思ってることは明確に分かりますね、うんうんうん、はい、でその中でもそのチェックがつくものとつかないものがあるわけじゃないですか、はい、でここで大事なのはチェックつかないものが残っていくじゃないですか、はい、それをもうちょっと細分化してあげる必要があるんですよ、はい、要するに、うん、そのチェックできないということはちょっと大きすぎるんだよね、課題がね、うんうん、だからその一つ自身が要するになんかまだ未整理な状態なんですよ。あ、はい、わかります、はい、となればそのまだ心に引っかかってるなと思うものは、うん、さらにそれをもう少し細分化してやるんです。うん、もう少しそれを書き出してあげるんです、はい、何に行き詰まってるのか、うん、何が嫌なのか、うん、そうするとさらにそれが明確化するんで、はい、動き出す可能性が高まると思います。うん、であともう一つね、振り返りも大事なんですよ。1ヶ月に1回ぐらいは振り返りをお勧めするんですよ、うん、ま、あの手帳にね、9つのマスぐらいを1ページに書いてもらうんですね、はい、で今月1ヶ月何があったかみたいなことを、うん、こうイベントでいいんですよ、はい、9つ埋めていくんですね。友達とご飯食べたとか、そうそう、はい、思い出に残ってることをね、うん、で不思議なことにね、未整理になってる人ほどね、その質問した時に、いや1ヶ月大したことなかったですよと、うん、振り返ることなんかないんですって言うんですよ。うん、でも実際記入してみるといろんなことにあったことに気づくんね、はい、だからやはり大したことがないという精神状況の時はもういろんなことが未整理になっている状態だと思った方がいいんですよ。だからやっぱり人はやっぱりこう書き出すと、でそのことによってその自分自身の大事なものが見つけることができると、そしてあの再び整った状態に戻してあげると、うん、でそこから始めて次の解決に向かっていくという流れになっていくんだろうと思います。ぜひ、まあ、洗い出すという習慣をね、つけていただければと思います。はい、心がけます、はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。